ドジャースに入団して以降、さまざまな話題で世間を驚かせている大谷翔平選手。球団内からも称賛の声が後を絶ちませんが、こうした大谷選手の影響力には同僚選手の妻や地元の女性ファンも釘付けな様子。そんな中、同僚夫人やドジャースファンのママたちの間で大谷選手に対してとんでもない動きが進んでいるというのです。今回は大谷選手のドジャース入団によって生じた世の女性たちの興奮度合いを余すところなくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。ドジャースママたちが衝撃の行動。以前エンゼルス時代の背番号17を譲ってもらったお礼として、ケリー選手の妻アシュリーさんへポルシェをプレゼントしたことが全米で話題となりました。あまりにも素敵すぎる行動にファンからは驚きの声が上がり、特に女性たちは一瞬で大谷選手の魅力に引きつけられたようです。アシュリーさんが大谷選手の入団を喜ぶように、ドジャース現役選手の妻たちの間でも大谷人気が爆発。あるベースポーツ紙のジャーナリストは、大谷を守る会が設立されようとしていると驚きの内容を語っています。彼がドジャースに入団してまだ間もないけど、この短い期間でも衝撃の話題を提供し続けている。あまりにも紳士でスマートな立ち振る舞いに、選手の妻たちの話題はいかにして大谷を守るかという話で持ちきりのようです。アシュリー夫人のエピソードが感動を呼んで久しいですが、フレディ・フリーマンの妻チェルシー夫人も大谷の加入を絶賛しています。メジャーリーグは妻たちの結束も固く、家族ぐるみの付き合いが一般的。セレブ妻たちのつながりは強く、その交際範囲も広いことで有名ですからね。例えばランチをするならビバリーヒルズで、ハリウッド俳優たちも多く住む場所とあって、彼らとの交流も深いんです。さらに NBA 選手の夫人たちやミュージシャンとの交流も多く、例えば過去にドジャースで活躍した黒田の夫人はメリルストリープとビバリーヒルズのカフェでお茶をするほどの仲でした。大谷は今年の7月で30歳になる。そろそろ結婚を考える時期とも言えるでしょう。ドジャースはママ友の結束だけでなく、チームメイトもファミリー同様と考える傾向があります。つまり独身選手にも何かとお世話したがるんです。10年という長期契約の間に大谷の元には望まない婚約話が来ることもあるはず。セレブ妻たちは彼が野球に集中できるように守る会を結束しつつあるようです。あまりにも素晴らしい選手だからこそ、大谷選手の私生活すら心配する選手の妻たち、ある意味余計なお世話だと気にするファンもいるかもしれませんが、優勝を目指すにはチームメイトの妻たちの支援も関わってくるのは事実。大谷を守る会は早速歓迎パーティーを企画しているようです。大人気ゆえの悩み事。メジャーリーグの頂点をつかむためドジャースに入団した大谷選手ですが、チームメイトと良好な関係を築く中、どうしても苦手な文化があるとも言われています。長年ドジャースに密着してきた現地在住のベテランジャーナリストは次のようにコメントしています。大谷がチームに合流して以降、ドジャースは今までにないほど活気づいている。どの選手に聞いても彼をリスペクトする言葉が返ってくるし、同じ現役選手なのにまるで有名人を見るかのように接しているんだ。これには本当に驚いたよ。チームメイトとも良好な関係を築いているし、リハビリも順調。大谷を悩ませる話題は何もないように感じるけど、実はドジャース特有のパーティー文化には悩んでいるみたいだ。例えばビバリーヒルズに住むセレブたちも彼を悩ませる種。ドジャースの選手にもパーティー好きがいて頻繁に開催しているからね。すでに大谷も声をかけられている。ただ知っての通り、彼は何よりも野球を優先するストイックな選手。そうした場が苦手で、パーティーに出席するよりもデコピンと遊ぶ時間やトレーニングに当てたいと話しているらしい。とはいえ、アシュリー夫人やチェルシー夫人を中心にドジャースのセレブ妻たちは大谷に興味津々。日本から来た山本を含め早速歓迎会を企画していると聞く。ドジャースのパーティーといえば大掛かりなことで有名。土地が変わればこういう悩みが出てくるのは万国共通だろう。あくまでも野球やコンディションを優先してほしいが、チームメイトたちと良好な関係を築いてほしいのがファンの本音だろう。ベテランジャーナリストがこう語るように、ドジャースは2020年に地区優勝を達成した際、選手もその家族も招いた盛大な祝賀パーティーを開催したことでも知られています。
あまりの盛り上がりにコロナ感染者が急増した一因になったとも。大谷選手の加入でチームが盛り上がるのは喜ばしい限りですが、夫人の方々にはどうか節度ある行動をとっていただきたいものですね。そんな大谷選手ですが、全米野球記者協会主催の夕食会で披露した英語のスピーチは大きな反響を呼びました。そういった大事な会にはしっかり参加し、場を盛り上げる姿は息以外の何者でもありません。しかし、大谷選手が普通のパーティーには参加しないことはメジャーの中でも暗黙の了解になっているようです。飲み会やパーティーを断る理由。ドジャースのセレブ妻たちによる大谷を守る会が話題を呼んでいますが、ファンの間ではそこまで心配する必要はないといった意見も。大谷は女性の影がこれっぽっちもない、ハニートラップにもめっぽう強いだろう。日ハムにいた頃から大谷さんは合コンに誘われても断っていたらしいし、大丈夫だと思うなど、日米を問わずその人柄を称賛する声が聞かれます。実際のところ、先輩や芸能人から誘われても行きたくない時は断っていたと、内情を知るスポーツニッポンの記者はこう述べています。大谷さんの偉いところは、嫌なものは嫌と先輩でもきっぱりと断れるところです。特に日ハム時代の合コン断りエピソードは有名。女性たちは大谷さんに当然来てほしいと思っていたでしょうが、合コンの幹事を務めたある選手は、翔平は誘っても来ないんですよと嘆いていましたからね。こういう場に顔を出さないからこそ余計な憶測を生まないし、週刊誌に写真を撮られることもない。もしこれが平凡な選手であれば、あいつは後輩のくせに生意気だとか、そんな風に思われるかもしれません。ただそこは大谷選手の人柄と実績がものを言います。ある意味翔平だから仕方ないという空気にさせますからね。ドジャースだけでなく、メジャーリーグはパーティーが多いことで有名ですが、大谷選手なら全く問題ないでしょう。たとえ飲み会やセレブ妻たち主催のパーティーを断ったとしても、大谷選手の素晴らしい人柄が知られている以上問題はないと語る同志。実際のところ大谷選手自身も、あるコーチから断りすぎて嫌われたらどうするのと問われた際、世界一の選手になるのにお酒は必要なくないですか、僕が世界一の選手になったらみんな好きになってくれるから大丈夫です、それに飲んでて何が楽しいんですか、それなら練習して上手くなった方がかっこいいじゃないですかと自分の考えを口にしています。昨年日本中が沸いた WBC の試合前、ダルビッシュ選手と共に決起集会を開いたことは有名ですが、あくまで言っても付き合うのは乾杯まで。それどころか鶏肉の皮をわざわざ剥いて食べるほどの徹底ぶりに、選手たちの間では驚愕の声が広がりました。メジャーのセレブ妻たちが大谷を守る会を設立しなくても何ら問題はないと言えそうですね。ドジャース移籍が決定だ、結婚は3年以内。現役選手だけでなく、その家族さえも巻き込むほどの影響力を持つ大谷選手。そんな偉大な選手の結婚ともなれば、それこそ社会問題にもなりかねません。大谷選手本人は結婚の時期についてどのように考えているのでしょうか。アメリカに渡って以降の会見でもたびたび結婚はまだまだ先と述べていますが、ロサンゼルス在住のあるジャーナリストは、ここ数年のうちに結婚するだろうと私見を述べています。ある日本企業のロングインタビューに答えた大谷は、結婚や子供を含めて平穏に暮らしたいとコメントしている。まずはじめに彼にもちゃんと願望があることに私はほっとした。野球以外にまるで興味がないと思っていたからね。これまで WBC の優勝、メジャーでのホームラン王、2度目の MVP の獲得など数々の偉業を成し遂げてきた大谷だが、ワールドシリーズ制覇だけはまだ達成できていない。しかしこれもドジャースに移籍した以上は時間の問題だろう。ここ3年の間に達成する可能性は限りなく高いし、その間にもまだ成し遂げていない目標を並行しながら達成できる。そうなると彼の人生で残された夢は結婚と子供になる。問題はその結婚相手だが、これだけのスーパースターだからこそかえって周りの女性たちも萎縮してしまうはず。ドジャースのセレブ妻たちを含め、どうか世の女性には寛容になってほしいものだ。まだ高校を卒業したばかりの頃、
理想のパートナーの条件を聞かれた際、笑顔が素敵で、僕自身身長が高いので一緒に歩いてもおかしくならない人、あとはスポーツに理解がある人、できれば英語も得意な人がいいですね、と述べた大谷選手。理想のパートナー像は単なる外見だけでなく、性格や趣味、生活に気を使えるパートナーがアメリカでの生活をより充実させる人になりそうですね。皆さんはドジャース選手の妻たちが大谷選手に抱く思いについてどのように感じていますか？ぜひコメントを書いてもらえると嬉しいです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。